見落としだ。次ポップコーンだよ。始まるよ。早速作りましょう。いやー、トウモロコシがいっぱいだ。ポップコーンってトウモロコシから作るんですね。トウモロコシを炒めるんですね。美味しくできるようにもっとかき混ぜよう。